パッド交換。ボディの中心近くにグニグニとしたゴムのようなパーツをつけているヨーヨーがあります。これをパッドと呼びます。パッドは使用しているうちにだんだんとすり減ってきて、少しずつヨーヨーの戻りが弱くなっていきます。戻りが弱すぎて使いにくくなってきたら交換時です。交換の仕方は、まず爪楊枝など先の尖ったものを用意してください。ボディを分解してパッドをそこから丁寧に剥がしましょう。溝に残った透明な粘着テープをできるだけきれいに取り除きましょう。新しいパッドを溝に合わせて丁寧に貼ります。貼り終わったら上から親指で押さえつけてしっかりと貼り付けましょう。ボディを組み立てれば完了です。もっと詳しくやり方を知りたい方はリワインドのホームページのヨーヨーの基礎知識のページにアクセスしてください。